皆さんこんにちは。オタクカルチャーの番組ネタギオです。リポーターのメディです。もうすでにね結構質問されてるんですけど、この番組はちゃんとイベントの主催者と、ブースの出展者の許可をもらった上でね撮影してます。あとねこれから見る動画は、私自身撮影し、編集しました。さて番組に戻ると、今回はねジャパンアミューズメントエクスポ2014の第3弾ですね。まあ、この最新アーケードイベントでは、今回ねボンダイナムコゲームズとタイトのゲームマシンを紹介したいと思います。それではどうぞ。ボンダイナムコゲームズの注目株はゾンビと化した AKB48 メンバーが襲いかかってくるホーラーゲーム、セラーゾンビ AKB48 アーケードエディション。ゾンビ化したメンバーたちにワクチンを打って救い出すというガンシューティングゲームです。巨大なモンスターも襲ってきます。ゲーム進行中 AKB48 の曲が流れると、突然ゾンビなメンバーたちが伝送しだし、リズムゲームが楽しめるようになります。そうですね、ダンスとゾンビが出てくるとあれあれスリラーが浮かびますね。まあ、私もそれを見た時にそこそこ思ったんですけどね。まあ、今回のゲームが、ガンシューティングでありながら、リズムゲームとなっています。さらに AKB48 の子たちが、ね、ゾンビになっているので、なかなか斬新な組み合わせですね。まあ、このゲームの PV できれば、ネタギオの、まあ、この動画の下で、載せたいんですね。あとは、セラゾンビ AKB48 アーケードエディションが2014年の4月より、順次稼働予定ですね。しかも4月から、漫画とドラマが始まります。ブースの右側に行きます。1995年に発売された体感型スキーレースゲームアルペンレーサーがスーパーアルペンレーサーとして戻ってきました。この最新版は8人まで同時対戦が可能。急斜面を凄技を決めながらハイスピードで滑り降ります。マシンからスピードに応じて出る風で速度を体感できます。2014年6月稼働開始予定となっています。90年代の後半だとね、やっぱりアーケードの 3D の進化がすごかったので、その時やっぱアーケードが人気がありましたね。僕はね、まあ多分時代かもしれないけど結構やってました。であとはね結構スーパーで始まってるタイトルも、スーパーファミコンの時代思い出しますね。当時も結構続編のゲームがね、まあ、スーパーで始まってる続編のゲームがたくさんありますね。もう一つ会場で目を奪われたのはマッハストーム。空を飛んでるように臨場感が味わえる180度のドーブスクリーンがついてるシューティングゲームです。戦闘機のパイロットとなって世界5都市の上空でミッションコンプリートを目指します。コントローラーは2つのレバーで行います。左側が速度をコントロールするスロットルレバー、右側がミサイルと機関銃の発射トリガーがついている操縦レバー。スピードに応じてマシンから風が吹き出します。ミサイルや機関銃を発射するとレバーが振動します。シートにも戦闘機の振動が伝わります。もうこのゲーム機見た時にめちゃくちゃテンション上がりましたね。なんかね最初のアフターバナーアーケード、あの筐体がねいろんな方向で動く筐体ありますね。それと、同じ感じですね。始めた時にわーって結構ショック、受けてます。ちなみに、マッハストームがすで、に稼働中です。機動戦士ガンダムエクストリーム VS マクシブースト。機動戦士ガンダム VS シリーズの基本システム、2対2のチームバトルアクションで4人まで同時プレイ可能です。モビルスーツがたくさん操る楽しさもあって、またダイナミックなゲームプレイとなっています。シリーズ第11弾となる本作では、機動戦士ガンダムエイジなどのモビルスーツが追加され、110機以上が利用可能になりました。シリーズ最多数ですね。さらに一定時間機体性能をパワーアップできるエクストリームオーバードライブという新システムが導入されました。ファイティングドライブとシューティングドライブの2種類があり、それぞれ角度攻撃と射撃攻撃をパワーアップできます。移動スピード、攻撃力、武器のリロード時間などを強化します。エクストリームオーバードライブゲージが満タンになると発動できます。データがオンライン登録されているプレイヤーのゴーストとチームを組んだり対戦したりもできます。このゲームは2014年3月6日より稼働中です。
その翌にやったのはシリーズ最新作ワンガンミッナイトマキシモムチューン5。シリーズ第一作目から早10年日本のゲームセンターを賑わせてきた人気シリーズです。首都高をはじめとする都市高速を舞台にハイスピードなカーレースに挑みます。今作でも原作漫画のワンガンミッナイトを元にしたストーリーモードがあり、レース結果に応じて車のチューニングをすることができます。他の車のいない単独走行で自分のベストタイムに挑むタイムアタックモード、プレイヤーの走りの癖を覚えてその通りに走行する分身と対決する全国分身対戦モード、その場いなくても全国各地のプレイヤーと対戦できます。またドレスアップパーツの取得システムがリニューアルされ、全国分身対戦の結果に応じてもらえるマキシゴールドを使っていつでもマキシショップでドレスアップパーツを手に入れられるようになりました。その場にいるプレイヤーが次々と乱入して最大4人で同時に対戦する店内乱入対戦モードに新しいモードのエクストリーム乱入対戦モードが追加。エクストリームモードではスタート時点とゴール地点が逆になり、カーブ警告やナビマップ、残り距離やライバルとの距離差などの情報が隠され、しかも毎回レースの距離が変化、先の読めない状態でなかなかのスリルとなっているぜ。新車種も追加され、60車種以上から選択可能、さらに新コースも追加されました。ワンガンミッナイトマキシマムチューン5は2014年3月12日より稼働中です。続いてもレーシングゲームのマリオカートアーケードグランプリデラックス、去年も紹介しすでに稼働中のゲームです。子供にも人気みたいですね。海外でも稼働中のパクマンスリルがありました。そういえばパクマンのゲームをバンダイナムコのアーケードゲームのブースではよく見かけますね。確かに2011年にパクマンバトルロイヤル、2013年にはパクマンスマッシュがありましたね。アニメジャパンの会場では2013年6月からアメリカで放送されたパクマンのアニメパクワールドが2014年4月から日本でも放送されるという紹介がありました。そこでパクワールドの 3DS ゲームを試すことができました。次はメタルゲームの釣りスピリッツ、2012年にも紹介しましたね。魚が食いつくと竿型コントローラーが振動したり、リールが重くなったり、釣りの感覚を再現します。ワンピースガンガントレジャー、銃型のコントローラーで敵を倒すと出現するデジタルメダルや宝箱をプッシュアップ台から撃ち落として獲得。このゲームは稼働中です。バンダイナムコゲームズブース、最後はプリントシール機のコーナーに行きます。このおしゃれマシンはプラチニアムバランス、今までのモルではなく整えるをキーワードに顔の印象を残したまま美人顔バランスに近づけてくれます。専用アプリで後で落書きも可能です。目が大きくなりすぎないのはありがたいです。自分が使うと倍によってトンボみたいな顔になったりするからね。さあここまでバンダイナムコゲームズブースでした。続いてタイトブースをご案内します。台東のブースでまず出迎えてくれたのはウルトラストリートファイター4。ストリートファイターは台東のブースで紹介される理由はアーケード版が台東のアーケード専用システムボード台東タイプ X3 で回ってますから。ウルトラストリートファイター4は5人の新キャラクターが追加され、総勢44人のキャラクターがプレイ可能。多分ね、このゲームは2014年4月に稼働開始予定です。ブレズブクロノファンタスマ、東京ゲームショーでプロデューサーにインタビューしたゲームですね。続いてはヤタガラスアタックオンカタクリスム、もともとは2008年に PC 版がリリースされた通じ対戦格闘の同人ゲームです。3人の新キャラクターが追加されたアーケード版の最新バージョンを遊ぶことができました。最新の PC 版も開発中で発売予定時期は2014年夏頃に延期。ゲームのデモが配布されていました。去年紹介されたリズムゲームグルーフコースターが今年もありました。1日の終わりに台東のコンパニオンたちが対戦していました。集まったお客さんたちはゲームを見てたのか、それとも女の子たちなのか、それは分かりませんね。
これでジャパンアミューズメントエクスポ2014の紹介が、終わります。まあ今回はね、一部しか紹介してないんですね。まあ第1回でも説明したんですけど、やっぱり勇気があったので、なかなかね会場まで行くのは時間かかったので、まあ、撮影時間が少なかったんですけど、まあ今回の番組は、どうでしたか。ぜひコメントを、下でね残してください。まあ、あとは次回ねいろいろと、撮影してきたので、どうしようかなってすごい迷ってますね。まあアニメジャパンもあるし、前も、ワンダーフェスティバルのもね、撮影したので、まあ次回お楽しみということですね。まあ最後まで見ていただいて、ありがとうございます。すごいなんか天然に喋ろうとしたら噛みますねそれではまた近いうちに、さようなら。